宇原駅は千葉県勝浦市宇原にある東日本旅客鉄道外房線の駅である。島式ホーム1面2線を有する地上駅。ホームは傘上げされていない。駅舎とホームは古戦橋で連絡している。ホーム上にログハウス風の待合室がある。 国鉄末期の合理化で無人化が実施されたが、余剰人員対策による特別改札の状態化を経て、1990年度から簡易宅駅となっていたが、2017年2月をもって友人窓口の営業が終了し、再度無人化された。トイレは改札外の個線強化に設置されており、男女共用の簡易推薦式である。 かつては改札内に組取式の男女共用トイレが設置されていたが、現在は閉鎖されている。スイカチャージ機、簡易スイカ改札機が設置されているが、自動券売機は設置されていない。2010年2月10日より、外防線、PRC 型自動放送が導入された。2015年度の1日平均乗車人員は84人である。JR 東日本及び、 千葉県と経年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。宇ばら理想号黄昏の丘からの眺望勝浦、海中公園海中展望棟駅は、山間部の小さな谷に位置する。駅前には、勝浦うばら郵便局があり、宇ばら海水浴場方面へ200メートルほど行くと、宿泊施設や土産物店が点在する。勝浦海中公園へは、 駅から、宇ばら海水浴場方面へ150メートルほど行ったところで左折する。ありがとうございます。